山口百景。カルスト台地秋吉台のふもとに位置する美祢市秋芳町。明治37年に始まった秋芳梨の名で知られる20世紀梨の産地です。樹齢80年以上の木に実る梨は東京の老舗果物店で長寿梨と名付けられ、縁起物として販売されています。岡村幹夫さんは35歳で仕事を辞め、実家の梨農園を継ぎました。代々、引き継いだところを、切るというところが忍びがたいというところがありますので、まあそういうところで辞めて梨を私も始めたというと、それが一番です。はい。岡村さんの農園には樹齢90年の梨の木が7本、代々愛情を込めて育ててきました。これが何年まで持つかちょっと分かりませんけど、まあずっと100年200年元気に育てるというところでずっと古木を管理していると。